クドフの紋章、クドフは、ロシア北西部のプスコフ州西北部にある町。クドフか川沿いの町で、ペープシコの北東岸に注ぐ河口から 2km ほど、遡ったところにある。州都プスコフからは北へ 125km。メープシコの対岸はエストニアになる。人口は2002年国勢調査で5171人。神の母の憲兵の遺婚制度を。 15世紀に建てられ、第二次世界大戦で破壊されたが1980年代に再建されたグドフは14世紀初頭にプスコフ公国の北の前哨として建てられた。1431年から1434年の間、プスコフ公国はグドフにクレムリを築き、その城壁などの遺構は現在も見ることができる。 ロシアの西の国境であったグドフは、ポーランドリトアニア共和国やスウェーデンの軍勢に何度も攻められその支配を受けている。ロシアスウェーデン戦争やイングリア戦争でも戦いの舞台となったが、1617年にロシア領に戻った。1780年にグドフは死の地位を与えられ、1781年に紋章が定められた。 1874年から1912年まで、グドフでは、ゼムストボの独自の切手を発行している。ロシア内戦中の1919 19年5月には、白軍のニコライ・ユデーニチ将軍の部隊が、プスコフ、ヤンブルクと共に、グドフを占領している。第二次世界大戦では1941年7月19日に、ドイツ国防軍がグドフを占領した。 1944年2月4日には赤軍が奪還したが、ドイツ軍はグドフの聖堂軍などを破壊して退却した。15世紀のプスコフ公国の建築の恒例だった。これらの聖堂のいくつかは戦後になり再建された。ありがとうございます。